日本の鈴木明子です。2012年の世界選手権銅メダリスト。2013年14年シーズンのエキシビションシルクドソレイユカーからラブダンス。テーマは叶わぬ恋。好きになってはいけない人を好きになる、その女性の心の葛藤をゆっくりと激しく表現していきます。振付師としてもデビューをしたこの鈴木明子、プロスケーターとしてその表現力、さらに磨きがかかり深みが増しています。